パーベル・トレチャコフの肖像、パーベル・ミハーイ・ロビチ・トレチアコフは、ロシアの実業家、美術収集家、特殊家、ロシア美術の保護者として知られ、トレチャコフ美術館やモスクワのトレチャコフスキー大通りに、名を残す。アニセルゲーも、美術の保護者及び特殊家として名高い、家庭で教育を受ける。1850年前半に家業を継ぎ、アマやリンネルの加工。 織物の販売で大繁盛する。他のモスクワの実業家と共同で、モスクワマーチャントバンクの共同設立者となり、その首脳の一人に名を連ねる。ロシア屈指の富豪となり、不動産と担保、金銭と為替を合わせた財産は440万ルーブルに達した。トレチャコフが美術の収集を始めたのは1854年24歳の時だった。最初は、 古いオランダの油彩画10点を購入した。国立美術館を創立する目標に自前で取り掛かり、1870年から何よりもまず同時代の主に移動派の同人の作品の中でも最も価値の高い収作を収集した。トレチャコフは絵画を展覧会や画家の工房で買い付け、時には連作を丸ごと買い上げた。例えば1874年には、 ワシーリー・ベレシャー・銀ンのトルキスタンシリーズを1880年には同じくベレシャー・銀ンのインドシリーズを購入した。他にもトレチャコフのコレクションにはアレクサンドル・イワーノフの修作も80点以上含まれている。1885年にはワシーリー・ポレーノフが中近東を旅行中に描いた修作102点も購入した。ビクトル・バスネツォフがキエフのせい。 ボロディームイル大聖堂で作業中に描いた死体のコレクションも購入している。他にも、ワシーリー・ペーロフ、イワン・クラムスコイ、イリア・レーピン、ワシーリー・スウーリコフ、イサー・クレビタン、バレンティン・セーロフらの最大のコレクションを集めた。トレチャコフは、ロシア国内の画派の始まりと発展を示したいと熱望し、18世紀から19世紀初頭までの古い、 ロシア絵画の歴史的作品も買い集めた。また、ロシアの有名人の肖像画を集めた、ロシアのパンテオンの創立も構想した。この分野の主な名手に、ロシアの文化人の肖像画を特注している。1870年代のトレチャコフは、挿絵の収集にも取り掛かり、1893年までに471点を集めた。1890年以降は、 イコンのコレクションもまとめている。これらは、トレチャコフの生前に展覧会に出展されることはなく、トレチャコフの書斎に置かれていた。彫刻も収集しないではなかったが、この分野は1893年までにわずかに9点と少なかった。当初トレチャコフ美術館は、ラブルシェンスキーペレウロクにあるトレチャコフの自宅に、画廊として存在した。だがコレクションが増えるにつれて、屋敷を、 コレクションのために改造することを決め、1870年から1880年にかけて屋敷を建築家のカミンスキーに改築させた。1881年からトレチャコフの画廊は人気となり、1885年までに約3万人が訪れた。1892年にトレチャコフは兄、セルゲイの遺品となった西欧絵画のコレクションを相続。 東西ヨーロッパの絵画が一堂に会することになり、トレチャコフの画廊は、質、量ともに当時ロシア随一の美術館に、なおかつモスクワ切手の名所の一つに育った。1892年8月にトレチャコフは、美術コレクションを、指定ごと、モスクワ市に寄贈する。翌1893年に、トレチャコフの画廊は、トレチャコフ兄弟モスクワ市営美術館の名で開館した。これが、 今日のトレチャコフ美術館の前身である。トレチャコフは、できる限り控えめに雑音を立てずに画廊をしに上渡したかった。騒動の家中の人物や、感謝の的になりたくはなかったからだった。しかし、そうすることは不可能であり、それでひどく不満を感じた。その後もトレチャコフは、コレクションの充実を図り続け、例えば1894年に、絵画30点、肖像12点、 マルク・アント・コルスキーによる大理石の彫刻、キリスト教の殉教者たちをトレチャコフ兄弟美術館に送った。また、コレクションの研究にも携わり、1893年からそのレゾネを出版している。1898年に他界し、ダニロフ修道院付属墓地に埋葬されたが、1948年にノボデビチ墓地に改装された。 小惑星3925番は1977年にソ連の天文学者リュドミラ・チェルヌイフにより発見されトレチャコフ兄弟の遺構を称えてトレチャコフと名付けられた。ありがとうございます。